小田急1600系電車、小田急1600系電車、小田急1600型電車は、かつて、東京急行電鉄、大東急、小田急電鉄が保有していた、通勤車両である、主制御機のメーカー型番から趣味車の間と会社の内部で、BF 車と呼称されていた。本形式及びそのグループに属する車両は、以下の通り、 区波1651区六百五十三は、当初は区波六百一型として計画され、小田急電鉄が東京急行電鉄へ合併され、車両番号が大幅に変更された時期に製造された。このため、区波1651区六百五十三は、旧番号の区波六百一区波六百三として出場し、区波1652は区波六百二として、 工場入りしたが新番号の区六1652で出した。あハ派1600型はすべて完全新造車であるのに対し、区波1650型は前半の区六1651区六1655が改造車となっており、特に木造客車から大枠を流用した区六1651区六1653型と、車体形状も大きくなっていた。 区ハ601型として計画された車両で、鉄道省より払い下げを受けた、明治時代に製造された木造客車の大枠を流用したため、主車となった木造客車に由来する寸法、構造の相違が一部に存在した。車体長 16,150mm の半抗性車体を備え、つまは中央に貫通扉を設けた3枚窓構成で丸みを帯びていた。 側面は、車体裾が切り上げられており、台枠が露出していたほか、区波1652には床下に、木造車時代のトラス棒が残されていた。小田原側と新宿側の双方に、半室、片隅式運転台を設けた、両運転台車であるが、乗務員扉は、当初より、車体の左右両側面に設置されていた。側面窓は小田急では、 初の下段上昇式の二段窓となり、窓の上下にそれぞれウィンドウヘッダーとウィンドウシルと呼ばれる補強用の帯材を露出した構造となっており、窓配置は、DD141、D51、DD、D、乗務員扉、D、客用扉、数字、窓数、数字、戸袋窓数と両端の客用扉を、乗務員扉に隣接させたレイアウトの3。 扉車である。座席はすべてロングシートである。俗に関東型と呼ばれる側面窓配置を D1D121D31D1D として窓の天地寸法を大きく取った軽快なデザインの反抗性車体を備える。時期的には電気溶接の発達で全溶接構造も可能となっていたが、ウィンドウシルや ウィンドウヘッダーなどを中心に一部にリベット接合が採用されており、両頭が露出していた。このスタイルは、帝都電鉄も、派100.200型や近隣では、東京横浜電鉄も、派500.510線系、南部鉄道、鶴見臨港鉄道などに見られた戦前関東施設の標準スタイルであった。だが、その一方で本形式は、 デファ1400型までの仕様を引き継いで全面を貫通型とされ、全長が比較的短く、屋根が薄く R の大きいものとされたため、コンパクトで金星の取れたスタイルとなった。また、小田急の車両としては、初の種別表示幕が、運転席側全面窓の内側に設けられた。当初は、両運転台であったが、後に、 新宿側の運転台を残して、変運転台化された。戦前のデファ1600系の設計を踏襲し、小田原寄りにのみ乗務員室を設置した、型運転台車となった。また、車体長が17メートル級に延長され、前面の幕板上部が弓型となり、さらに全溶接構造となるなど、基本となったデファ1600型とは一部で、構造、寸法、 形状が相違する。いずれも窓配置は D1D121D31D2 である。1952年日本車両製造性の区ハ1654と区ハ1655は、半室運転台、残りはパイプで、仕切り、強幅貫通路、1953年東急車両、製造性の区ハ1656以降は、 全室運転台、広幅間通路である。1400型までの三菱電気製、HL 単位スイッチ式手動加速制御器から、同じく三菱電気製の BF 単位スイッチ式、自動加速制御器に変更された。これは、主管制御器を1から4ノッチのいずれかにすることにより、設定された限り留置に応じて、ノッチに応じた段数まで電磁弁による単位式スイッチにより、 自動的に進む段するもので、段流器、主制御器、境地接触器の3箱から構成される。主電動機は1400型までの HL 車から、引き続き、三菱電機メガバイト -146CF を使用している。駆動装置は、波数比56-27イコール12.07の吊りかけ式で、主電動機と同様、 これも以後の BF 社の標準仕様となった。デファ1600型は1400系の住友中工場 KS-31L の基礎ブレーキ装置、ブレーキワークを直列の両抱き式から複列の両抱き式へ改良したイコライザー式中工製台車の住友金属工業 KS-33L を装着した。 区波1650系のうち戦前製の3両については、種社の台車が揺れマクラブなど高速運転に耐えられるような構造ではなかったため、他の車両から流用した KS-30L 及び KS-31L を装着した。これに対し、戦後製の区波1650型は国鉄より払い下げを受けた TR-11 が全車に装着された。 開業当初の小田急は、初期投資の課題や昭和初期の不況の影響もあり、輸送需要が低調であったため経営は苦しい状態で、従業員の昇給がなく株式配当も無敗の状態が6年続くありさまであった。そんな小田急であったが、1938年頃から輸送需要の増加に伴い、車両不足を感じるようになった。 沿線に軍の施設が設けられたこともあり、輸送需要は上向きとなったことから、鉄道省から電車の払い下げを受けたり、クロスシート車両のロングシート化改造などを行って、輸送力の増強に対処していたが、車両不足は解消しなかった。しかも、車両を増備しようにも、戦時統制経済の下で、車両心臓が厳しく規制され、 中古車両の確保も車両統制会の管轄下で割り当て制となっていたため用意には必要な車両数が確保できない状況となっつつあった。このため、まず鉄道省払い下げの木造客車の大枠を流用して区波601型が製造されることになった。まず、1899年福岡鉄工所製の半角鉄道13号客車に由来する。 おハに4204を改造した、千六1653、クハ603が1941年12月に入選したが、この車両は、東京工業所が、作業員を派遣の上、アイブライ工場の一角で製造されたものと、考えられている。続いて、1902年に、鉄道産業局新橋工場で製造された23等車、ほぼ2だった。 おはゆ3158を大阪府堺市の帝国車両工業で改造したクハ1651、ハ601が1942年4月に入選した。もっともこれらの種車が装着していた台車はいずれも明治期の古典的な構造のものであり、高速電気鉄道で通勤輸送に使用するには不適であった。このため、 これらの2両は区ハ564.565ガモ、21.2の台車と、主電動機を使って伝送された際に燃出された KS、KS-31L を使用した。これに対し、区ハ1652、区ハ6 0には、車体は製造できたものの装着すべき適切な台車がなかったために入線が遅れ、1944年2月27日に、 共同工場で火災が発生しデハ1 5 8が全焼したことから、このデハ1 5 8が装着していた KS-30L を使用することとなり、1944年4月にようやく使用開始となった。東急合併後の入線であったため、当初より合併後の車両番号である区派1652として登場しことになっているが、 実際には区波602と不満された状態で、メーカーから納入され、共同工場で区ハ1652に書き直された。なお、区ハ1652、区ハ602の種車となった車両については、諸説ある。帳簿によると、区ハ1651が歩波3158、区ハ1652が歩波3152、 区派1653が歩派に4204である。しかし、春光図では区派602は歩派に4038が旧番号ということになっている。うぶかたよしおが車両下にある書類を調査したところ、歩派千3152や歩派に4152と記載されているものがあったという。また、国鉄側の資料では、保派ゆ3152は、 廃車年月日が1949年3月22日と戦後の日になっており、1941年に小田急に譲渡という記録と矛盾するほか、保派に4038に至っては、1928年の昭和三年版車両形式図客車にそのような車両は存在しなかった。吉川文夫は、種車の台車中心間距離 16,813mm、 に着目し、区派1652の種車を、歩はに4152と推定している。この歩はに4152は1903年に、関西鉄道四日市工場で製造された、関西鉄道85客車で、当初より3等で荷物車として新造された、オープンデッキ構造かつモニター屋根を備える16メートル級、二軸ボギー車であった。いずれにせよ、 製造後39年から42年という老朽車であるが、これらが製造された1940年代初頭の段階では、戦時統制経済の下で心臓による車両の増備が難しくなっており、これらのようにほとんど流用できる部品もないような老朽車を改造したとすることで、厳しく締め付ける統制当局の監視をすり抜けて、実質的な車両増備を行う施設が後を絶たない。 状況にあ。これらの産業は、春工当初は在来の HL 車、HL 制御方式の車両用制御車として使用されたが、後にデハ1600系の制御車として使用されることになり、主幹制御機を BF 用のものに変更された。クハ1650系産業の製造が進む中、小田急は沿線に軍事施設があったことが幸いし、 重量の電動車の製造割当てを獲得することに成功する。これらは当初、モハ線形線1から1010 10として設計認可申請が提出され、従来車と同様に川崎車両で製造されることとなり、同社に発注された。だが、これらは日米海戦などの影響による物資不足で完成が大きく遅れ。 小田急の大東急への統合後の1942年10月以降に順次来着し、デハ1 6 0 0系1 6 0 1から1610として進行した。三扉で窓が大きい軽快なスタイルの車両は当時の鉄道ファンからは喜ばれたという。デハ1601は1945年4月20日に北見駅構内で発生した追突事故により全面を大破した。 その後、1946年5月29日に、共同工場の火災により全焼した、デファ1356、9も、ハ206の復旧工事の際に、機器流用することになったため、しばらく旧車となった。1947年からは、方向転換して、変運転台の制御車代用として使用され、後に機器を復旧して、電動車に戻されている。 1945年5月25日深夜の空襲により、井の頭線の永福庁舎庫に留置されていた29両中23両が消失するという壊滅的な被害を受けたことを受け、応援として、同年7月から11月にかけて、区派1651などの車両が大多連絡線を経由して、井の頭線に貸し出された。 1945年頃に区派1315の主幹制御機を BF 制御機対応に変更し、後の南部線貸し出しや特急運転にも出ハ1600型に連結して使用された。戦後の復興機2800型とともに窓ガラスやシート地などできる限りの整備を施し、復興整備者の看板を掲げて使用された。1947年5月には、 南部線の限界拡大までの輸送力増強用として、国鉄のモハ50、クハ65他と引き換えに、出ハ1602.1604、16 1607.1608、クハ1615.1315が南部線に貸し出され、6月には、出ハ1602.1604と1603.1605、 が交代したが7月には元に戻り、その後1947年10月までに全車復帰している。1948年10月から週末温泉特急の運転を再開することになり、1800型とともに特急車の候補形式に選ばれ、1948年8月24日に1607から1601区派大用で、 新宿小田原間100分での主運転を打った。この結果を受け、1948年10月16日から1601、九派大王から1602、1604から1315、1607から1651などがノンストップ特急として使用された。この際には中央の扉を閉鎖して補助シートを置き、シートには白のカバーを装着し、 車内に灰皿を設置し、前後にヘッドマークをつけて運用した。1949年に1910型が竣工するまで、この運用は続いた。1950年頃からは固定編成的に使用されるようになり、1601から1651から1602、1603から1652から1604、1605から1653から1605、 1607から1661から1608、1609から1610のように蘇生されて使用された。1951年には、潜在復旧者のクハ1661が製造され、1952年まで主に1607から1661から1608の編成で使用された。1951年には、1700系の新造に、 伴い、デハ1607から1610の主電動機と、台車をデハ1700型に流用し、代わりに、主電動機を国鉄払い下げの MT7.90、台車も同様に国鉄払い下げの TR25 に交換、発数比も2.26とされた。1953年から1954年にかけて、デハ1700系の主電動機、 台車が新品に交換されたのに伴い、元に戻されている。1952年以降は MCTC 編成として使用するため、まず1952年11月には制御車として、区波1650型が2両増備された。この車両は、木造省電車班19022.19023の繊細復旧名義で区波1654.1655。 年製造されたが、使用されたのは TR-11 台車のみで、車体はデハ1600型とほぼ同一の仕様で新造された。全長は17メートルとデハ1600型よりも長かった。1953年4月にはさらに制御車が5両、増備されたが、こちらは台車こそ払い下げの TR-11 であったものの、車席上は完全な新造車である。 この際に m c t c 動番号で固定編成化され、すでに方向転換されていたデハ1601を除く電動車が方向転換された。同時に制御車と連結する側の運転台を廃止して、変運転台車両とし、運転台を撤去した後には幅の狭い窓を設け、座席をその分延長した。また、デハ1600型に 装備されていた種別表示幕は撤去された。その後、1954年には、デハ1606から1610が区波に合わせて、広幅間通路に改造されている。1958年より、等急車両製造で、更新改造が開始され、正面窓のエッジゴム指示化側面窓のアルミサッシ化客用扉のプレスドア化微灯の窓上設置、 室内でコラバリ化、室内灯の蛍光灯化、肘掛けのパイプ化、電動発電機、MG、空気圧縮機、CP 奥波に移設、強幅間通路の車両は、広幅間通路か、半室運転台の車両は、全室運転台かなどがなされた。また、奇数の編成がレハを、新宿向きに、偶数の編成が、小田原向きになるように向きが揃えられ、 1601から1651と1602から1652が番号の振り替えを行っている。この更新時に、区波1651から1653は、車体を東急車両製造で新造し、他の区波1650型と同様の形態となり、余剰となった旧車体は、上田マリコ電鉄へ売却された、後日 この後しばらくは1600型のみで4両編成を蘇生する運用が主体であったが、その後1900系の4両固定化に伴い、6両編成の増結用車両として使用されることが多くなった。1959年に区8651、旧区百6 5 2は、中日本重工性単案式軸量式台車である MD5 の枕羽部を改造した。 試作空気バネ台車の MT5A を使用した。また、1963年からは、外部塗色を黄色と青の2色塗りに変更することになり、デハ1600に区破1652の編成から、塗装変更が開始された。1968年から1970年にかけて廃車され、主電動機と一部機器は4000型に流用された。 クハ1658についてはこの時には、廃車とはならず、新種式の試験車として、住友金属工業 FS080 台車に交換され、電動発電機と空気ダメが追加された。塗装は、ロイヤルブルーの一色塗りとなり、1971年まで試験を実施した。その後は使用されないまま1976年に廃車となった。前述のように、 主電動機などの伝送品の一部を4000系、製造時に転用したため、区ハ1650型と更新前の区ハ1650系の旧車体、それに、デハ1600系の車体及び台車が数社に譲渡されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。